世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、この最近ですね、先週からなんですが、私が販売してる、この石と、それからこの、何ですか、サンゴの石ですね。これなんですけれども、これは奄美波動石ということで、名前が新しくなりまして、で、この、二つの石に波動を入れましてね、簡単に言うと、まあ、こうやって揺れる波動を入れまして、それでこの水自体は水道水なんですけれども、まあ、私の場合これからちょっと出かけますので、奄美大島、もう真っ昼間暑いですから、まあ、当然水を持って行って飲むわけなんですけれども、先日、この奄美波動石を注文された方から2つ質問があったんですよ。これのね、要するにその有効期限ですね、耐用年数どれぐらいなんだということを聞かれまして、これね、半永久的なんです。今のところ半永久ですから、申し訳ないけど皆さんが亡くなってもこれはこの波動は生きてるわけですよ。はい。ですから皆さんが亡くなる前に遺言として、これは、お前たちが死ぬまで使えるから、使えと言ってもいいぐらいだというふうに思います。それから、いわゆるそのメンテナンスの問題なんですけど、見てのそれこれも、俗に鉱物ですから、別にその、フィルターがあるわけでもないし、煮沸する必要もないし、煮沸、お湯でガンガン沸かせる必要もないし、で、まあ、強いて言えばね、まあ、たまに石をちょっと洗うか、こうやって私の場合はちょっと大きめな石をちょっと入れて使ってはいるんですけれども、このね、この水差しの中を洗うということぐらいやっていただければいいんじゃないかと思います。私自身も、これも4年ぐらい使っていますけれども、あんまりね、水差しの中なんか洗ってないですよ。適当にやってます。はい。適当にやってます。はい。で、まあ、あとはこのペットボトルに関してはね、ちょっと古くなったりとか、それからその中をいちいち洗うことちょっとできませんので、新しいそのペットボトルがあれば、それにまた入れ替えて、飲んでとか、そういうことはやっています。それから、これもし水筒だった場合に、これ中に入れといていいですかって聞かれましたんで、それは全然問題ないです。はい。全然問題ないです。ですから、たまたま私はペットボトルで使っているということと、はい。それからその水筒でも、全然問題ありませんので、それは皆さんの考え方でやっていただいて、全然問題はありません。ということで、使い勝手がいいので、それでもう何度も言いますように、そのメンテナンスもいらなければ、1年しか持ちません、2年しか持ちませんというわけでもありませんので、半永久的に、使えますので、もうぜひやっていただければと思います。私なんかこれも4年ぐらい使ってますから。4年。はい。で、非常に快適に、生活をしております。はい。そういうことで、私がこれをやろうと思ったきっかけが、もう使い勝手がいいんですよ。髭を剃った時のアフターシェーブローションとしてもすごくいいし、これで顔洗っただけでシミそばかすが薄くなるし、特に女性の皆さん。何度も言うように、鼻は通るわ、口の中は、歯垢歯石がないので、昨日歯医者さん行ってきましたけど、歯垢歯石がありますねなんて言われたこと一度もありませんからね。今度2年ぐらい。うん。ですから水を飲んでいるし、それで歯磨きをずっとしていくことによって、極端な言い方すると、この波動を入れた水を飲むと体も混乱して揺れていますので、この口の中自体もですね、要するに歯があって、皆さんがいろいろ食べますけれども、極端な歯でそのまま落ちていくと。まあ当然歯磨きしたり、歯間ブラシでやったりしなければいけませんけれども、あとあとは、歯垢歯石がなくなったりとかします。それからあと野菜にちょっとこう軽く洗うだけで日持ちもしますし、私の場合は、
豆腐を買ってきて8分割に切っておいて、その水をはこれで入れております。日持ちはいいです。はい、だからお刺身なんかね、ちょっと日持ちさせようと思ったら一回ちょっと水にくぐらせる、しゃぶしゃぶみたいにして、きれいにそのキッチンペーパーで保存しておくだけでちょっと日持ちもしますし、意外と美味しいかもしれない、生で食べるよりも。はい、そういうことで、あと車ですね、車のサブラジエーターに入れただけで古い車なんかエンジン音が静かになります。びっくりします。はい、まあ、そういうことで、いわゆるこれ 100g1 万円ですけれども、1万円出すのは大変かもしれませんけど、使い勝手がいいので、私なんかこの黒石なんかご飯炊くとき入れたりするともう全然違ってきますしね、ツヤツヤしてきますし美味しいですし、というふうにしてやっています。ですから使い勝手がいいし、水がなくなれば水道水でジャーって入れれば済むし、そういうことでメンテナンスに関しても全然問題はないし、買っても半永久的に使えるんだったらいいなということで、じゃあこれを自分で使いながら、そして販売しようということで、この4年間やってきたという経緯で、ございます。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回はこれを買われる方から質問があったのは、耐久性としても全然もう一生ものだというふうに思っていただきたいということと、それからメンテナンスとしては、気になるようであればぬるぬるすることはまずないと思いますので、問題はあるとすればこの中で、これの場合はペットボトルですね、水筒の場合は洗えばいいし、それからこの水差しなんかもずっと水に入ってますので、たまにこれを、1ヶ月に1回でもいいから、中だけゴショゴショと洗うだけで結構でございます。はい。使い勝手もいいですので、ぜひ、1万円余裕のある方は使っていただければというふうに思います。3年から4年ぐらいすると、体重も落ちてきますし、私をこう去年の動画から見てる方はわかるかと思いますけども、はい、だんだん痩せてきましたし、肌も綺麗ですし、64歳の男かというぐらい、だんだん肌も綺麗くなってきていますので、ぜひ男性、女性関係なく、それから病気をね、今していると、血圧が高いとか、糖尿病であるとか、何らかの形で薬飲んでいるとか、病院に通っているとか、いう方で気になる方があれば、水飲むだけですので、誰にでもできることですので、お買い求めいただければ、よろしいんじゃないかというふうに思っております。それでは、世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。